本日はこちら雪輪のマイクロバブルシェイカーを使って、どんな効力があるかを検証してみたいと思います。練習用にアドベック、こちらはお水になってます。こちらでシェイキングの練習してみたいと思います。こちらのシェイカーマイクロバブルを起こしやすいように中の構造、素材が変わっているということになっています。それでは早速、マイクロバブルということなのでシェイクした液体にたくさんの空気を入れることができる、液体の含有量を高めることができる構造になったはずです。練習ですが、本番と同じようにシェイキングしていきたいと思います。それではどうなっているでしょうか。わあ、すごい、全く透明の液体がどれだけ空気を含んでいますか。まだまだ可能性のあるシェイカーということで、これからいろんなカクテルをこのマイクロバブルシェイカーで作っていきたいと思います。ありがとうございました。